防衛省は所属していた陸上自衛隊の部隊で体を触られるなどの被害に遭ったと訴えている元隊員の女性について複数のセクハラ行為が確認できたとして謝罪しました。今後関係者の処分を行うとしています。続きを読む元陸上自衛官の五ノ井里奈さん23は今年6月まで所属していた福島県内の部隊でセクハラの被害を受けたとして8月防衛省に調査と関係者の処分などを求めました。防衛省がおよそ100人に聞き取りを行った結果複数のセクハラ行為が確認できたことを29日明らかにしました。それによりますと部隊では公然の場での性的な発言や体の接触などが日常的に行われ複数の女性隊員がセクハラの被害を受けていたということです。五ノ井さんに対してはおととし秋から去年8月にかけて訓練などの際に隊員が体を触ったり押し倒したりするなどの行為があったとした上で被害の訴えを聞いた中隊長が上司に報告しなかったとしています。防衛省は調査をさらに進めた上で関係者を処分するとしています。陸上自衛隊トップの吉田慶州陸上幕僚長は長く苦痛を受けられている五ノ井さんに対し陸上自衛隊を代表して深く謝罪申し上げます。ハラスメントは許されない行為であるとの認識のもと根絶を図りますと陳謝しました。防衛省はハラスメントの実態を調べるため全ての組織を対象に特別防衛監察を進めていて対策を行うことにしています。五ノ井さん根本的に改善してほしい。五ノ井さんは29日夕方都内で防衛省人事教育局の町田和人局長らと面会し調査結果について報告を受けました。この中で町田局長は防衛省として長く苦痛を受けられた五ノ井様に対し深く謝罪を申し上げます。大変申し訳ありませんでしたと陳謝しました。これに対し五ノ井さんは今こうやって認められたというのは本当に遅いと思っています。防衛省の方の謝罪はもちろんですがセクハラをした人たちも直接謝罪してほしいと述べました。その上で私のような被害を受ける人は今後出てほしくないが出た場合には組織を挙げて必ず解決するという気持ちを持って対応してほしい。幹部にも教育をしっかりしてこのようなことが二度とないよう根本的に改善してほしいと述べ再発防止に向けた対策などを強く求めました。